はい、ミスター明日のクラブは打たなきゃわからない。本日はスペシャルゲストでございます。フォクシーゴルフ代表の、伊豆岡先生でございます。伊豆岡でございます。よろしくお願いします。お願いします。で、前半、はい、アイアンのフィッティングをさせていただきまして、はい、はい、それはあの伊豆岡さんのチャンネルの方で流させていただいてます。生まれ変わりました。はい、私のゴルフが、はい、で後半、はい、今回はドライバー編。永久に悩んでいるドライバーです。はい、永久に一回も解決したことない。はい、ちょっとお借りしてよろしいでしょうか。最高のシャフトとクラブ。はい、リンク。はい、私もこれ実は、はい、使ってます。え、なんだ、はい。いいんだやっぱじゃあ。いや、いいシャフトなんですよ。ただいいかどうか、その人に合うかどうかの方が大事なので。まあそれはそう。はい。まあ、あの悪いシャフトはメーカーさん出しませんので、はい、いいシャフトかどうかというよりは合うかどうか、はい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 、それをここからフィッティングで、はいはい、見極めさせていただきたいというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。じゃあまずはちょっとアップからいきましょう。はい、お願いします。 AQ なんすね。これにして、はい、いや僕もチーピンだけ嫌なんですよ、はいはい、いや動き的にはチーピンなんですよ。はい、スイングの動きがチーピンなんですか。動きがチーピンですけど、下からクル族なんで、やっぱり下から来てこねくり族なんで、やっぱりこのぽくないんだよな。でもあ、マジですか。いや、さっきのアイアンとかはぽくないんですよね。外から来るじゃないですか。スイングがね、全く違うんですよ、ドライバーとアイアンで。あ、出た、これやめてよ。このスイング見たことある。やめてよ。これなんか あれだ、草履履いて、打って、視聴者をディスってたやつだ。何すか、何すかそれ、何すかそれ。なんかあのコメントに対して、ああそんな飛ばねえだろみたいなのに対してスリッパで打っても俺はこんな飛ぶんだぜみたいなディスってたやつだ。うわ、あれ誰を見てないやつ見てないですね、はい、めっちゃ面白かったっすね。誰を見てないやつ、はい、でこれなんですよ。これがやっぱり左を嫌がってこれっていうのが出ますよね。コースって鬼ほど左に向いて打つっていうの。じゃあベース基本この球で攻めたい感じなんですか。左向いてこの球を打ちたいんですか。という憧れはありますね。おしゃれフェードでやりたいっていう。こう今ご自身で、はい、まあスイングをこう作っていく上で、はい、イメージどっちのボールでイメージするんですか。スイング作っていく中ではフェードです。はい、あ、そうなんですね。シャットに使ってフェード、もうここからもう死ぬほどオープンフェースと思ってるんですけど。おお、ダスティン系ですね。もうめっちゃこうなってるんです、みたいな。もう血出る時あるんだよ、だってこの手首から。それはなかなかっすね、うん、シャット使いからもう構えも、もうなんていうんですか、もうオープン系になっていくっていうか、だんだん、はい、はあ、いやなんすよこれなかなかっすね。これです。これあの無でやったらこの球。まず1個言えることが、はい、シャフトが多分出力を受け止めきれてない。これ硬いんじゃないですか、リンク。硬めですけど、ああすごい硬いわけではないので。そうなの。はい、なのでちょっと受け止めきれてないんじゃないかなっていう。あ、俺についてこれないから、こいつなかなか、どうしてそれはちょっとついて、あ、そうか、これてない感じはします。そんな気してました。はい、はい、でまあ先ほどアイアン編でカチャカチャしてお渡ししてきますよっていうのはやってますので、はいはい、それはまたここのチャンネルでは割愛させていただいて、はい、はい、またドライバーも。なんすか、もうじゃあいきなり分かったんですか。もうカチャカチャして、いや、もうお渡ししていきます。で2球ずつ打っていきますね、また、はいはい、同じように。ただアイアン編でこういうシャフトが合いますねはもう分かってるじゃないですか、はい、なのでドライバーも同じような振り心地じゃないと意味ないですよね。なるほど、なるほど、そう、はい、そうですね、はい、なので、同じような振り心地のシャフトを見つけていきたいと思います。よろしくお願いします。出た V2、 めっちゃ好き。フェアウェイウッドと YouTube ではこれなんですよ。ほう、ああではでは、よろしくお願いします。はい、また2球ずつです。これはいいの知ってるんですよ。そうなんですよ。うん、これかな。まあちょっと吹き上がってるけど、おしゃれフェードには一応なってます、ね、そうなんですよ、はい、いやコースで一番安心安全な260ぐらい飛ぶみたいなやつなんですよね、はい、
ほうほうほう。あ、2球か。はい。はい。ありがとうございます。まあまあ悪くなさそうな感じですよね。振り心地は。振ってる感じは。はい。無。はい。でこれ50グラムを今打たれてるじゃないですか。はい。50グラムにしてる理由って何ですか。なんか重い方がチーピーになってきてて、肩重い方がチーピーになってて、はい、と思ってお客さんの R とか打ってた時あったんですよ、はい、めっちゃ良くて、はい、でも飛ばないなってなってて、はい、中間の SX に今してるっていう謎の理論に今たどり着いたわけですよ、まあ、下から入る方ってどうしても重たいとより下から入る寝るが出やすくはなりますよね。そうなんだ。はい。ただそこが、総重量なのかバランスなのかっていうところもあるので。なるほど。はい。赤弁打ったことないな。これ意外といいドローだな。ナイスです。これも振りやすそうですよね。いいっすね。はい、あれ青の TR も使ってたことあります。はい、それはやめましょう。マジっすか。はい、なかなかいないですね。7アッパー7アッパーいないでしょ。なかなかいないっすね。気持ち悪い。本当にもうやだよ。どん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 ドローを打ちに行く。どこがフェーダーなんだよ。面白いわ。もう出玉右に出そうとしてる自分がいますもんね。完全に右出してかっこよく収まろうとしますね。ああ帰ってもこないか。はい。先生。さっきの方がちょっと振りやすいですかね。そうですね。はい。赤弁の方が振りやすい。はい、なんせこのオークセシャフト、ローグ、アルディラか。アルディラです。アルディラローグ。アルディラってこんなのあるんだ。はい。ごめんなさい。ちょっと緩いな。これは強烈きましたね。はい。自分でも感じるぐらいきました今。パーンってこう。アッパー今35ぐらい出たりしたもん。8アッパー。なかなか来ましたね。 8.1。 なんかタイミングがあったらすげえ飛びそうな感じしました、ね、でもなんかちょっとだからしなる量が多いと今みたいになりがちなんですかね。そうですね。はい、今のはもろ感じだな。しなり量少なくて NX ね。おー、ナイス。あー、これいいですね。普通にいいな。くすね。うん、ナイス。あ、はい。これ D は難航するでしょうかな。アッパーっぷり。でもこれロフトすごい多めのロフトでめちゃくちゃ低スピンなヘッドを使えばただ単に解決するだけの話ですよね。シャフトだけちょっと合わせて。そうか、はい、あ、なんかいい感じだけどなんか球良くないな。今ハマったと思ったんだけどな。今良かった一瞬。はい、実はこれ僕落としどころだと思ってたんですよ。何これ HD6 見たこともないの。これあれいいっすね。これなんか一番適当ですね。はい、これ一番多分この中で一番動かないシャフトじゃないかな。しなり量が少ないシャフトだと思います。天性。はい、さっき打ったやつの、はい、ちょっとフレックス違いです。お、
悪くないですよね。お、はい。あれ、おとなしいぞ。お、悪くないですよね。これおとなしいぞ、これもう。天聖 K シリーズ TX。はい、TX っす。ここまで硬さあっていいですよね。これだいぶ硬いんですか。はい、硬いです。振動数でいうと280ぐらい出るんで結構硬いですね。 X です、これ。 50X、 あ、でもいいか、なんかあもちゃっとする。 あれおかしいな。 SX はもっともちゃっとしてますよ。だからただなんとかなってるんですよね。なんとかな、そうなんですよ、はい、コースで全部なんとかなるんですよ。気持ちよくはないんですけどなんとかなってますよね。そうなんですよ、はい、そうだから多分残ってるんですよ。なるほど、はい、ただ気持ちよくはないのでコースで意外とあーと思ってもあーあるなみたいなよくある、はい、なのでまあ決してなんだろう、外れ、全然外れですっていう感じではないんですけど、うん、気持ちよくゴルフはさせてくれないみたいな。なるほど、はい、天聖 50TX50。 あら、いいかもね。悪くないですね。ちょっと今パツッときたな。なんか7.7 アッパーですけどね。それは関係なかったんだ。普通に良かっただけ。あー、でも振りやすそうですね。いい、良さそう。打ちやすいのは打ちやすい、うんうん、ちょっともう一回いきましょうか。え、本当？なんかね、バックスイングめっちゃ上げやすいです。ほー、関係ないか、シャフト。いやいや、でも絶対そこってシャフト関係あるんで、なんかパーンって上げやすい。それはいいことですね、すごく。はい、相変わらずアッパーは、なんかこれのアッパーをなかなか倒すやつはいないんだけど、はい、ものすげえアッパーではいってますよ。やだな、ほんと1とか2でやりたいな、アッパー2とかっていう。でも本当いないっすよね、あんまり。正直。あ、そうですか。いないっす。やっぱり3から5ぐらいが多いっす。ああ、アッパーは。あ、別に嫌な感じはしないけど左だな、うん、すっごい左やな。やっぱり柔らかさが来ちゃいますよね。来ちゃいますね、はい、50になると。なので普通の50の X は多分その時点で多分ないんですよ。なるほど、はい、しなりにとかスピードに耐えきれないシャフトが。ははは。なので、まあ、NX も一応用意したんですけど、はい、打つ価値があるのかっていう感じだと思います。一応1球打ちましょうか、はい、せっかく用意したんで。ごめんなさい、はい、ありがとうございますっていう感じで。あ、すいません、はい、すいません、下手くそで、とんでもないです。すいません、藤倉さん、はい、すいません、申し訳ございません、藤倉さん、本当で、一応、アイアンと近しい感じの、はい、はい、中調子系が振りやすいっていうのが今、分かってます。中調子なんだ、俺、まさかの。まさかの中調子です。はあ、全然手元じゃないですね。はい、手元硬くないとダメです、ね、手元人間だと。あ、なるほど、はい、ということで、もう一回これおさらいして、はい、素振りしていってください。素振りしてからですよ。お願いします。はい。準決勝。いいんだよな、これ。なんかね、バックスイング上げやすいんだよな。